子さんが厳選した今週の気になる話題から新作のミニ落語ニュースモール落語をお送りするラジオ演芸金祭亭本日の演目は「絶対に残業しないペンギンたち」ですそれではラジオ演芸金祭亭開演です 一席、えー、お付き合いを願いますがあ、本日は絶対に残業しないペンギンたちの一席でございまして。おい、ペン吉、それにしても暑いよな。おい、銀次、もういい加減にその諦めてよ。暑い暑いっていうのをやめてくれよ。ここはもう南極じゃないんだぞ。ここがどこだかお前知ってんだろ知ってるよ。日本って国のな、 茨城県、東、茨城郡大洗町、磯浜町8252-3、郵便番号311-1301だ。<laughs> そんな細かい住所知ってるペンギン、世界中でお前だけだろ。いや、大洗町っつうのはな、若くして病気で亡くなった落語家の立川段大くんの出身地だってことも知ってるんだぞ。そう、まだ二つ目でな、蜘蛛膜下出血だったよな。おい、ペン吉。お前もマニアックなペンギンだな、おい。<laughs> まあ、とにかく、段大君はな、気の毒だったけどな。まあ、それはそうなんだけどさ、ペン吉、俺たちだってお前、え、ふるさとから遠く離れたこの僻地に連れてこられて、かわいそうだと思わないがうーん、そうだな。それはどうかな。いや、厳しい自然界にいるよりもよ、日がない一日、向こう側にいる人間を見てるのも悪くないぞ。<laughs> ちょっとなんだよ、その人間っていうのよ。え、奴らは人間だろ いやあ、俺はなあ、彼らのことを親しみを込めて人間って呼んでんだよ。<laughs> 親しみっていいかおい、ペン吉。奴ら人間のせいで俺たちの故郷の氷が溶け始めたんだぞ。このクソ暑さだって奴ら人間のせいなんだぞ。いや、確かにな。そうなんだけどさ、俺たちペンギンにもいろんなペンギンがいるようにさ、人間にもいろんな人間がいるんだよ。 おー皇帝人間とか王様人間ああ俺まで人間っつったって <laughs> そういろんな人間がいてな悪いやつもいればいいやつもいるんだよペン吉お前なちょっと人間に対して甘くないかそうかなあこっちから向こうに集まって俺たちを見てる人間たちは少なくともいい人間じゃないかなって俺思うんだよなんでそう思うんだようん子供たちとかさ 女子高生なんかがさ、俺のことを見て、かわいいとか言ってくれるだろうまあ、俺も意識して、そんな表情や仕草をやるんだけどな。 意外にお前あざといからないやそれでも「キャー」とか「可愛いとか言われると嬉しくなってなだってさ俺人間の年にすると58歳だからいいおっさんだからな普通そんなおっさんがどんなことそんな「可愛いとか言われないだろどんなことあったってまあ確かにな銀次よお前ここなアクアワールドのホームページ見たことあるかあああるよ ここの売りは、サメの種類の多さと、マンボウの水槽の大きさ、それに、水族館の定番、イルカショーとかアシカショーな。あと、白ワニの赤ちゃんが日本で初めて生まれたっていうのが自慢なんだ。ああ、それ見た見た。ああ、白ワニっていうから俺、ワニだと思ってたら、サメなんだよな。そうなんだよ。ここは結局、サメなんだよ。な。なのにさ、俺たちペンギンを見て喜んでくれる、 人間たちっていうのがさ、愛おしいと思わないか？<laughs> まあ、確かにそう言われたら、うん、俺な、もっと愛おしく思えるのはな。家族連れのお父さんたちなんだよ、お父さん。うん、<laughs> 普段はな、家族のために残業代も出ないのに、一生懸命働いてさ。休みの日くらいのんびりしていたいだろうにさ。こんな田舎の水族館に来て、家族サービスだぞ。<laughs> あ人間がな、勝手に、ファーストペンギンなんて言葉を作って、ベンチャー精神とかなんとか言って働く奴を煽ってるけどな。<laughs> そうだよな。最初に海に飛び込むペンギンは、ただの腹ペコ野郎だって人間知らないんだよな。別に勇気があるわけじゃねえんだよな。そうなんだよな。だけどさ、そんな哀れな人間たちが癒されてくれてさ、それで餌をもらえるって、これ良くないか まあ、確かにお前の言う通りだなあ,あまだ人間たちはこっち見てるけどそろそろ寝ぐらい帰ろうかな閉館10分前だぞおいペン吉なんだ銀次お前は本当のファーストペンギンだ <laughs> という一席でございました<ー> <laughs> ファーストペンギンね、えー、ああ意外に そうななんじゃないですか別に勇気があってやってるんじゃないと思いますよ人間が勝手にそう思ってるだけではないですかね。そうですねあと動物園行くといつも思うんだけど自動物から,物から確かにこう目があったりか。こいつなんだろうって思われてるような気がするというのをちょっと今日はネタにしてました。<laughs> はい えー、今日の一席もう一度お聞きになりたい方はラジコのタイムフリーまたはスマホの無料アプリラジオクラウドでどうぞさて、はい、ここでちょっとお知らせがございますこの立川彰子金サイトでお送りしているこの創作落語ですけれども、うん、今回本になりました立川彰子のニュース落語って本になりました 6月19日日曜日午後2時から、えー、六本松蔦屋書店でこの本の発売を記念してトトーークショーサイン会を開きたいいと思います、はいえー、立川彰子市長と私があの会場に行きましてね皆さんといろいろお話もできるかなと思うんですが参加の条件としましては会場の書店でこの「ニュース落語」を 購入してくださった方40名ということになっております参加ご希望の方は六本松つ屋書店のカウンターか電話092731-7760繰り返します092731-7760に明日四日土曜日の お昼十二時以降にお申し込みください。はい。えちなみにこの本はあずさ書院から税込み千百円で発売ということで、えもちろんお近くの書店やアマゾンなどネット通販でもお買い求めいただけることになっております。発売日は六月二十四日ですけれどもね。うん、はい。ぜひこの 津田屋六本松の蔦屋書店に来ていただいてご購入いただけるともちろんサインもさせていただきます、はい、水木さんにも会えるということになっておりますのであの面白い一席<あ>、ね、一席もぜひやろうかなと思ってますのでぜひお越しください、はい、ご来場お待ちしておりますねねあっ太宰治むのことその太宰じじゃゃなくて分かったじゃあ 太宰府天満宮のことその太宰でもなくてえー、それ以外に太宰なんて聞いたことないしもう福岡吉本芸人で一番の注目株の太宰だよ美人も最高ネタも面白いあ気になる太宰の「危ないトゥナイト」聞かないとそうごはんおん